次はレクスルーをやります。この練習をするときには足の向きが大事なので、今から言うポイントをちょっと意識しながらレクスルーを練習してもらいます。ついついレクスルーというとこういうね、足を前後にして足の間を通す、でこういうのを意識しちゃうんだけども、相手を抜くためにはまっすぐレクスルーしても、これは相手に向かっていっちゃうだけなので、足は相手をかわすためにこう横になります。なのでレックスルーで相手を抜くときには、こう前後のこういうレックスルーよりはむしろこの8の字ドリブル、このイメージで相手の横に足を出してレックスルーしながら走ります。これが大事なポイントです。足を前に出してこうならないように、これがよくやるレックスルーの失敗です。行きたい方に足を向けて、ボールは左右に行くように、足は斜め横に出して、ボールはなるべく真横にこう行くようになるんですよ。ボールは後ろにこう戻って前に進めなくならないようにして、ボールを横に出しながらそのまま前に進めるようにやります。これをちょっと意識しながらやってみます。ドリブルしていって次行きたい方に足を向けながらレックスル、ドリブルして次行きたい方を見せながらレックスル、次行きたい方に足を出してレックスル、こういった形でやってみましょう。はい、じゃあディフェンスついて、そうレックスルー、切り返す時レックスルー、切り返す時レックスルー、そう次レックスルー、オッケー。